ニュアンスの掴み方が素晴らしい。わーお、わーお、わーお、ブンブン。プロの世界の方たちが共通して一つ持ってるものとして、そういう、今回は高見綾音さんの制服のマネキン、こちらのおしかめを見ていきたいと思います。一番最初は著作権の関係あるのではとこちらで聞かせていただいているというところになります。見終わった後にダンスについての感想をしっかりと述べていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。レッツゴーツ。ここからですね。はい、ノリ感が素晴らしいですよね。リズム感素晴らしい。おーおー、ニュアンスの掴み方が素晴らしい。わーお、わーお、わーお、ブンブン。おー、全然もう一曲このままできそうなぐらいの体力かな、これは。プロの世界の方たちが共通して一つ持ってるものとして、そういうアーティスト体力みたいなものがあるんですよ。もうなんか、そもそも根本的に持ってるエネルギー量が多い人みたいなのがいらっしゃるんですけれども、その雰囲気がちょっとありますね、パフォーマンスを見ていて。じゃあダンスについてちょっと見ていこうかなというところでございます。このノリ感がすごくこうグルーヴ感があるというか、洋楽歌う習慣がある方って、やっぱりちょっとこのグルーヴ感とか回し感みたいなものにも、注目していらっしゃるというか、そういったところも意識しながら歌ってらっしゃる方が多いと思うので、その雰囲気がダンスにも出てるんですよね。で、制服のマネキンって、そんなにグルーヴ感がめちゃめちゃ出てくるような楽曲ではないんですけれども、高見さんのパフォーマンス見てると、結構回し感とか、歌も、タララタタってタタタっていうよりかは、少しこう、音をつなげながら、回しながら、自分の音色で出していらっしゃるじゃないですか。このあたり本当にさすがだなっていうふうに思うんですけど、それがダンスにも出ているので、こういうノリの部分でツタタラ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 タタタっていうふうにターンターンターンじゃなくて、こういうリズムの取り方をされてるんですよ。このあたりがもう光りますね、かなりね。これ素晴らしい。最後のノリ感、この頭の入り方、首元が多分結構強いんですよね。なので、この足のスタンスと、この胸の反り感、骨盤の使い方、この雄大なノリ、最後のこのアグレッシブさ、すごいアグレッシブなんですよね。パッションが乗ってる、素晴らしい。関節が結構柔らかい方なのかなというふうに見ていて感じました。なので、ダイナミックなこの奥行きのある体の使い方が取れるっていうところが一つポイントになってくるのではないかなというふうに見ていて感じます。で、プラスアルファで硬さっていうものが出せるようになってくると、高見さんのダンスっていうのはさらにバージョンアップするんじゃないかなというふうに見ていて感じたところがあります。ここは伸びしろの部分ですね。用意ドンのスタートの部分のキュッっていうクイックモーションみたいなものはめちゃくちゃお上手なんですよ。っていうところで言うと、このあたりはおそらく結構感覚的にやってらっしゃる部分があると思うので、そこにロジカルなものを入れていくと、あ、ここでクッて止まるんだなとか、どこでカチッて止まるんだなっていうところに対して、今骨盤でちゃんとカチッて止まってるんですよ。はめ込んで止まってるっていうところがあるので、そこに筋肉をギュッと足してあげた時にもっとしっかりガツンっていう風に止まれるようになってくるんですよね。そのあたりの成長がこれからの番組の中で見えてくるのではないかなという風に感じているところでもございます。ということで、皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメントなんかいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。